3色ですね、はい、こちらもっちりショート丈ニット品番が C5175 です、はい、お色が今いーちゃんが着ているのがアイボリーです、アイボリーです、はい、で手に持っているのがチャコール、はい、そして私グーちゃんが着ているのがレッドです、はいはい、回りすぎました、回りすぎた、ダメよ、はい、こちら、お値段いきます、じゃじゃん、2100円、イエーイ、はい、でこちら12月16日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格となっております、はい、それではポイントお願いします、はい、ではポイントいきます、まずこれはもう何といってもこのショート丈が絶妙ですね、ここまでなんか絶妙なショート丈の感じのものって最近なかったような気がするので、うん、なんかすごく新鮮ですし、こういうワイドパンツに合わせた時にもうさらっと1枚でアウトで着ていただくだけでスタイルアップしてバランスがすごく取りやすいと思います、やっぱりこうお腹とかは見えがちなので、あのハイウエストのボトム合わせていただくのがおすすめなんですが、あとね首元がすごく、これはやや詰まってる気味なのですごい私も好きな首の積もり方ですね、これは。ただ横はちょっとねサイド空いてるのでヒートテック正直若干見えました、私はちょっとだけ、なのでこうここもネックはちゃんと空いてるようなものを合わせていただいた方がいいと思います、うん、はい、で袖とかはちょっと切りっぱなしっぽく見えますね、ちゃんとまあ始末はしてあると思いますのでほどけたりはしないと思うんですが、うん、はい、でもう本当に結構シンプルでちょっともっちりしてて、あの最初のもちりニットと肌触りというかこうもちっとした感じは一緒なんです、まあ、素材感は違うんですけどね、もちっと感はもちろんこちらもあります、うん、なんだろうね、ちょっとボリューム感があるように感じる、そうですね、うん、もちっとしてると、はい、はい、なのでシンプルでかつすごく合わせやすい、ね、トップスなんじゃないかなと思います、うん、思います、はい、品番もう一度お伝えしておきますね、うん、品番が C5175 です、はい、はい、です、はい、うん、トマトを干すとどんな赤、結構明るめの赤な気がするんですけど、トマトですね、トマト寄りなんじゃないかなと思います、トマト色してます、はい、はい、オレンジ味のある赤ですか、確かにオレンジ、ちょっと一回電気消してみていいかな、そうですね、うん、いやでもオレンジっていうよりかは、うんうん、赤って感じ、そうですね、赤って感じですね、赤って感じかも、うんうん、だから多分むちゃめっちゃ似合う赤なんちゃうかな、そうですか、なんかそんな気がするよ、はい、真っ赤って感じです、うん、真っ赤です、オレンジ味はそんなに感じないですね、はい、中赤っぽくも全然ないし、うんうん、赤アップで見たいです、うん、アップでこんな感じです、一回もう一回電気消します、うんうん、こんな感じです、赤、はい、50%でナイロンが 28%、うん、ポリエステル 22% です、はい、でこちら洗濯の方が表記が手洗いとなっております、はい、はい、です、あ、はい、パプリカっぽいかも、あ、そうですね、うん、確かに、はい、はい、です、マリちゃんも赤もニットって言われているから私も赤、私がお着替えしてきます、そうだね、ブーちゃんじゃあこっち来て、はい、私じゃあ赤着よう、はい、はい、そうですね、ブルベもどういう風になるかちょっと一回見といてもらった方がいいかもしれないです、はい、うーん、パプリカわかるかも、良かったです、パプリカ系の色してます、うん、だから結構しっかり赤です、原色に近そうな赤な気がしますね、うん、オレンジ味はあんまり感じない、はい、チェックスカートあれば赤ニットに合わせてほしいです、チェックスカート、あ、なんかちょっと色がでもあれかな、あ、それやったらいけるか、あ、合いそう、うん、それでじゃあ次出てきます、はい、あ、デニム合わせ絶対かわいい、ちょっと顔写りだけなんですけど、こうデニム合わせで赤、あとちょっとライトな青色のデニムとかに赤とかもすごくかわいいと思います、はい、高身長だと丈感おへそ上とかになりますか、高身長さん
何センチぐらいかにもよりますね。私とそこまで大差ないぐらいで、もうちょっと高いぐらいの方でしたら多分そんなに変わらないと思うので、あまりこうめっちゃ上がってるとかはないと思うんですけど、70超える方とかになってくるとちょっと若干短く感じる可能性がありますね。赤何合わせればいいんだろう。赤はねやっぱりもうニットを主役にしていただきたいので、まあ、でも落ち着いたチェックの色味とかだったらもちろん元も合いますし、もうデニムとかでシンプルに着ても可愛いですし、ブラウンとか白とか意外と合うそうですよ。デニムも合うし、そんなに似合わないとか合わないとかは思わない方がいいと思います。すごいいろいろ子供で遊べる気がするので、はい。りーちゃん中にレイヤードするのは変ですか？変じゃないと思います。これ下がキュッてなってないので、下にロンティーみたいなのをちょっと見せていただいたりする着方もすごく可愛いと思います。シンプルに赤に黒もすごく可愛いと思います。毎度聞いちゃいますがチクチクしますか？これもチクチクしないです。もっちりしてるので肌触りすごくいいと思います。はい、ロンティーとか着ればあともしね気になる方は大丈夫だと思いますよ。はい、はい、かわいい。そのワントーンな感じ、ワントーンで私めっちゃ好きやわ。これはブルベさんよりなったらそうやね、はい、いい濃い感じだ。争奪戦になりそう。赤争奪戦になりそう。確かに、うん、赤はなんか新鮮、めっちゃ可愛いですよ。私だって今年初めて見たかもしれない、うんうん、ニットで出して、うんうん、そのロンティー合わせも見てみたいな。あ、この下にロンティーですね。絶対可愛いと思います、うんうん、そうそう、はい、なのでお時間があれば私、うん、おしゃべりコーナーでこれの下にロンティー着てみようかなと思います。はい、ブルベよりコーデ、そうですね、これブルベより、ブルベ冬よりな気がします。気持ちですけど、うん、私もあんまりそこまで詳しくわからないですが、はい、淡いカラーもあるのかな。淡いカラーはやっぱり一番淡いのはアイボリーかなとは思うんですけど、3色なんでね、うんうん、はい、ふーちゃんコーデかわいい、ありがとうございます。ふーちゃんパンツに合わせて、ね、これも新作だったと思うんですけど M3123 です。はい、これリボンついてるんですけどちょっとリボンがね見当たらなくてベルトしてきました。ハイウエストなパンツですごい可愛いんです。私はちょっとウエストは大きめなんですけどめちゃくちゃ可愛いです。はい、ワンピースの上に羽織っても中安心ですね。ああ絶対可愛いですね。ワンピースの上に一着ね絶対可愛いと思います。合わせやすいと思います。ネイビーに見えますか？どうですか？ネイビーに見えますが、ネイビーに近いとは思います。はい、ネイビーっぽい、うん、ぽいですね。だけどちょっと深みがあるっていうのでチャコールにも近いのかなとは個人的には思うんですけど、うん、はい、パンツかわいいね。これすごいかわいいですよね。リボンが本当はついてて、リボンがすごいかわいいんです。この ストレートラインもすごいかわいい。センタープレス、ふーちゃんね、さっきパンツの番組をお伝えしたのでもしよければ IGTV 見といていただきたいんですけど、ね、多分すいません、日曜日の新作です。はい、なのでできれば見ていただきたいなとは思います。冬はさ、すいません、生地は薄いですか？雪国なので、まあ生地は結構私的にはしっかりしてると思います。結構厚みがあるように思うんですけど、しっかり重いと思います。はい、結構弾力があります。はい、先ほどゆいちゃんもお伝えしてくださってたみたいな感じですね、うんうん、はい、かわいい。なんか赤かわいいな。かわいいですね。かわいい。でも似合ってありますよね。似合ってるかな、うん、なんかでも新鮮です、すごい、うんうん、でも赤のニット持ってないからかわいい、パッてする、なんか、うんうん、パッとなんか自分の中でも気持ちがパッてするから、なんか、なんか気持ちがね、パッてする感じです。はい。日曜って今週？今週で、今週です。はい。一番近い日曜です。はい。はい、
サンタって感じ。赤いからですかね、かわいい、クリスマスとか来たら可愛いんじゃないですか。絶対可愛いと思います、ね、はい、うん、わー、いーちゃんすごいおしゃれ。かわいい。なんかね、短いんだけど、このスカートが結構ハイウエストで、このベルト見せた方が可愛いかなと思ったのと、私がちょっとウェーブ体型なので、はい、ちょっとね、前よりインしがちなんですけど、はい、すると結構なんかバランス意外と取れました、前インしても。そうですね、かわいい。前インもしやすいだけだと思います。そうそうそう、長くないので。ちょんって入れるだけでいいと思います。はい。はい、今の子でイメージと2人とも逆だね。そうだと思う。そうですね、どっちかというと多分私が結構しがちな色の子で、私がしがちな色、そうそうそう。